ああ、助かった。子供たちが心配です。部屋に戻りましょう。自分たちのコアを、これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。切断を実行。ポット、パスカルの記憶を。了解。記憶消去プロセス開始。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。セット完了。パスカル、A2 に随行していて気づいたのだが、適正機械生命体間で情報が共有され始めているようだ。それは調査が必要だな。データを共有するので、そちら側でも注意してほしい。了解した。別件だが 9S について報告がある。なんだ。データを共有するが、心理状態の悪化がかなり深刻だ。こちらも早急に対応が必要だ。同意。だが対処方法が不明。同意。推奨。データのチェックやメンテナンスを兼ねた休息。同意。では早速提案する。
次のユニットの場所は。報告。NFCS の故障、推測、激しい戦闘とメンテナンス不足によるもの。NFCS、近距離攻撃管理システム。推奨、レジスタンスキャンプでのオーバーホール。そんな時間、ない。予測、すでに抜刀すらできなくなっている状態で、戦闘行為に臨むのは自殺行為。レジスタンスキャンプのデボルが修理可能。どうしたの？その傷。戦闘により負傷。 NFCS が機能していない。よくそんな状態でここまで来られたな。調整に時間がかかる。ちょっと待っててくれ。ひどい。運動屋が虫食いだらけになってる。これじゃあ歩くのも大変だったでしょ。さあ修理は終わったぞ。ナインエス、約束一人で死のうとしないで。トゥービーもそれを望んじゃいないだろうしな。分かってる。ポット、次のユニットの場所を地図にマーク。了解。ポット、機械生命体がどうして同じ種族のパスカルたちを襲ったんだ。不明。使えないな。推奨、機械生命体の現状についてさらなる情報の収集。大型ユニット？
何が起きてるんだ。不明。その大型ユニットってところに行くぞ。警告、過度の戦闘行為は機体への負荷が大きい。黙ってろ。拒否。本支援ユニットは夜破機体 9S 随行機体対象夜破機体の状態を危惧する権利を有する。勝手にしろ。
21を。オペレーターさん、そんな、オペレーターモデルがどうして。確認、オペレーター215、サキの豪華作戦に本人希望により B 型に装備転換、21Dとして前線に投入され、4時間後に消息不明を記録。そんな、優しい人に、優しい人になってほしいと 2B は言っていたぞ。お前が 2B の言葉を語るな。アンドロイドを
殺したと思ってる。そうやって気持ち乞いをすれば許されるとでも思ってんのか。ボディユニットチェック完了。メモリーユニットチェック完了。メンテナンスモード終了。夜吐き隊 9S 起動。おはようございます、 9S。 僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落、落下した夜吐き隊 9S はダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行。墜落地点付近は危険と判断し、現地点まで搬送。現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん、遭遇したモデル214は死亡。ブラックボックス信号を停止。そう、現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。アクセス認証キーの入手を確認。塔の調査が可能な状態。わかった。Thank you.
するな。キリがない。友軍の反応は？友軍？ナインエス、来ると思っていたよ。ここは私たちが何とかする。君は塔への扉を開いて。警告、戦闘地域からの離脱はアンドロイド、レボル、ソボルの放棄を意味。クソ、ここまでか。